どうもシュータです。さあ今回はですね、1月20日木曜日から獲得できるおすすめの監督紹介ランキングの動画の方を撮っていこうかなと思います。まあ今週久々に熱い監督の週が来たので、まあランキング形式でね、今週は紹介していこうかなと思います。まあ僕が強そうだなと思った監督をね、あくまで独断と偏見で決めておりますので、そこら辺ご理解ください。まあ今回は10名紹介していきますので、まず10位から見ていきましょう。はい、まずは1人目、10位ですね、オビディオ・パポーニ監督ということで、まあ形がすごく面白い監督ですね。ポゼッションショートパス中央、フォーメーション重視でサポート距離が5、リトリートサイドアグレッシブでディフェンスラインの高さが4、コンパクトネスが3ということで、数値とか戦術的にもそんなに強くはないんじゃないかなと思うんですけど、なんか釣り型がバッと広がった形というか、 CMF だったところがサイドハーフになって、よりなんかこう面白い攻撃ができるんじゃないかなと思って今回は選ばせていただきました。まあガチスカで僕が使うかって言われたらうーんって感じはしますが、ちょっとまあ使ってみたさはありますよね。どんな感じで攻めれるのか、どんな感じで守れるのかっていうのは非常に興味があります。はい、次アシル・レオ監督ですね。カウンターショートパス中央、フォーメーション重視でサポート距離が6、フォアチェック中央アグレッシブでディフェンスラインの高さが7、コンパクトネスが7ということで、まあ5-3-1-1みたいな監督ですかね。まあディフェンスラインは5枚いて、中盤4枚、うち1人が OMF ということで、まあかなり攻撃はね難しそうではあるんですけれども、まあ中央ガチガチに固めれつつ、ラインも程よく高くて、前線からの守備もできて、結構守備だけを考えたらこのアシル・レオ監督は非常に強いんじゃないかなと。攻撃の強さっていうのはそんなに感じれないかもしれないですが、まあ、とにかく守備が苦手でどの5バックを使っても守れないですっていう方はちょっと一度使ってみてほしいですね。普通に守れそうな気はします。はい、じゃあ次8位ですね、ジーモン・ブリンクマン監督ということで、カウンターロングパス中央、流動的でサポート距離が7、フォアチェックサイドアグレッシブでディフェンスラインの高さが5、コンパクトネスが8となってますね。まあ、フォーメーション3-5-2で攻撃面に関してはかなり良さそうですね。まあ、OMF の1が ST だったらもっと良かったんですが、まあ、OMF でも十分火力は出せそうで、流動的なので、まあ目まぐるしく動き回ってくれるかなと。でフォアチェックアグレッシブなので、前線中盤からどんどん守備も仕掛けていけると。まあコンパクトネスも悪くないですし、まあ技術 3CF は使いたくないけど3バック使いたい、3-5-2みたいな監督を使いたいってなったら、今はブリンクマン監督が一番いいんじゃないかなっていうか、攻撃戦術守備戦術ともにいいので、まあぜひね選択肢に入れてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、次7位ですね、アレクセイ・ストゥカロフ監督ということで、まあこれは以前からも獲得できる監督ですかね。カウンターロングパスサイド、フォーメーション重視でサポート距離が10、リトリート中央アグレッシブでディフェンスラインの高さが1、コンパクトネスが10ということで、まあ本当にガン引きしてカウンター一発を狙うみたいな監督ですかね。まあコスト650なんでかなり低いですし、気にくさはあるとは思いますが、まあこれだけディフェンスラインに5枚いて、しかも DMF も受けて、ディフェンスラインの高さ1っていうのは攻める側からしたら本当に厄介というか、 DMF のとこにねアンカーとか置かれたらもう太刀打ちできないんじゃないかなって思うんで、まあ、僕もちょっと一度ぜひ使ってみたいですね。まあレートが上がりやすいかどうかはさておいて、非常に守備はね固められるんじゃないかなと思います。はい、では次6位ですね、アロイズ・マリッチ監督ということで、カウンターロングパスサイド、フォーメーション重視でサポート距離が7、リトリートサイドアグレッシブでディフェンスラインの高さが5、コンパクトネスが10となってますね。まあこの監督も以前から取れたかな。まあコスト740で、まあちょっと気にくさはありますけれども、その中でもまあコストはそこそこ高めと、まあ一般的な疑似 3CF ですよね。まあこの343の形の疑似 3CF っていうのはマリッチ監督だけでなくいっぱいいますし、まあ今オンラインで見かける率ナンバーワンの形ではありますけれども、なんか標準ですよね。攻撃も守備も悪くない、特化していいところはないけど悪く目立ってるところもないので、まあ非常に強いんじゃないかな。こういう無難な監督が一番強かったりもするので、まず安定を疑似 3CF に求めたい方はリトリートアグレッシブのこのマリッチ監督を一度使ってみたらいいんじゃないかなと思います。では次5位ですね、エディン・ドラギシッチ監督ということで、まあ毎度おなじみ紹介してるドラギシッチ監督ですね。まあほとんど先ほど紹介したマリッチ監督と一緒ですね。でコンパクトネスの数値だけがドラギシッチ監督が8で、マリッチ監督が10と、そう聞いたらねマリッチ監督の方がいいんじゃないかって思う人も多いとは思うんですけれども、やっぱドラギシッチ監督の方がコストは高いんで獲得はしやすいですし、コスト50の差があればね、1人ベンチに FP とかアイコニック選手入れれる差になってくるので、まあそのコストとコンパクトネスどっちを取りますかって言われたら、まあコスト取るよねって感じなので、まあ今回は5位にさせていただきました。まあ僕も人選解説上げたり、まあ何回か使いましたけれども、普通に強い疑似 3CF だったので、まあ入門編って感じで、初めて使ってみる方はまあコスト790で獲得もしやすいと思うので、ぜひ使ってみてください。はい、じゃあ次4位ですね、ルカ・ダンジェロ監督ということで、ちょっと懐かしの監督が登場しましたね。
カウンターロングパス中央フォーメーション重視でサポート距離が10、リトリート中央アグレッシブでディフェンスラインの高さが4、コンパクトネスが7ということで、まあ昔よく使ってたレート1500までは使ってましたかね。僕も最初はあまりギジ 3CF とか強い監督がいなかったので、このダンジロ監督非常に強かったんですけど、まあ今使っても普通に強いんじゃないですかね。まあコスト660というところがぶっちゃけ来にくいんで、まあ1週間のうちに獲得できる確率はちょっと低いかなと思うんですけれども、やっぱりリトリート中央アグレッシブということで非常に守備がしやすいですね、この監督で。前線 CF を2枚 ST に変えて OMF の抜け出しを待つ戦法がね非常にハマるので、まあ人選解説とかも上げてるので、まあ使いたくなった方はぜひそちらの動画も見ていただけたらなと思います。まあ今週獲得できる4312の中ではかなりおすすめできる方なんじゃないかなと思います。はい、では次3位ですね、ブレンダン・リード監督ということで、まあ5バックになって帰ってきましたね。カウンターロングパス中央フォーメーション重視でサポート距離が9、フォアチェック中央アグレッシブでディフェンスラインの高さが10、コンパクトネスが10となっておりますね。まあこの監督ってもともとリンフット監督だったのかな、確かそんな噂を聞いたことがあるんですけれども、いやパウロ・ソーザに匹敵するぐらいの強さをこのリード監督は発揮してくれるんじゃないですかね。2枚 OMF を受けて1枚 DMF、 まあここは CMF にも変えれるとは思いますが、やっぱ逆の形ってね僕攻めにくいなと思ってたんですよ。 OMF1 枚で CMF の形っていうのはパウロ・ソーザみたいにね 3OMF を置ける CMF だったら上がってきてくれるんですけど、普通の5バックの CMF、DMF ってなかなか上がってきてくれないんで、このリード監督は前からしっかり守備できるし、ディフェンスライン5枚いるし、コンパクトネスもマックスやし、カウンターロングパス中央ということで、まあ非常に攻めやすそう、守りやすそう、もう完璧ですね。まあ疑似 3CF のリード持ってる方は別に乗り換えなくていいかなと思いますけれども、まあ僕みたいに疑似 3CF のリード監督を獲得できなかった方はちょっと今週ね全力でこのリード5バックを狙っていって、ちょっと僕もレート上げで一度使ってみたいなと思います。普通に安定してレート上げれそうですね。はい、じゃあ次2位ですね、ブライアン・プリスケ監督ということで、まあプリスケが先週は4312じゃなかったんですけれども、再び今週復活しましたね。カウンターロングパス中央流動的でサポート距離が7、フォアチェックサイドアグレッシブでディフェンスラインの高さが3、コンパクトネスが9となっております。もう本当にギジ 3CF に匹敵するぐらいの攻撃力を誇れて、なおかつ守備もめちゃくちゃしやすいんですよね。まあとにかく343が苦手な方ですね、ギジ 3CF だと守備しにくいし、なんか攻撃も違うんだよなって方は、まあ、非常に攻撃のやりやすさっていうのを感じれるんじゃないですかね。前線からどんどん守備いけて、そっからのカウンターっていうのがプリスケ監督非常に強いので、まあ人選解説とかも上げてるのでぜひそちらもご覧ください。はい、ではラスト1位ですね、ボーヘンレックスン監督ということで、今週もギジ 3CF のヘンレックスン獲得できます。カウンターショートパスサイド流動的でサポート距離が7、フォアチェック中央アグレッシブでディフェンスラインの高さが5、コンパクトネスが8となっておりますね。まあ今プリスケ監督と並んで非常にレート上げで使ってる監督ですね。もうこの2人ぐらいしか使えてないかな。まあやっぱりカウンターで流動的っていうところがまず強いですね。ギジ 3CF だけでなく、サイドハーフ CMF もバン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 抜け出してきてくれて、でなおかつフォアチェックアグレッシブなので前線からの守備もできると。まあ僕はヘンレクスン使う前チェレフチェンコ監督とかで使ってましたけれども、もう守備のしやすさっていうのはヘンレクスンがやっぱダントツですね。もう本当に攻撃も守備も完璧なギジ 3CF の監督っていうのはなかなかいないので、まあぜひ今週もねまだ取れてない方は狙っていただけたらなと思います。はい、それでは今回これですね、1月20日木曜日から獲得できるおすすめの監督紹介の動画終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ、特にやっぱり1位2位3位は絶対に獲得しておいてほしいですね。まあ、僕もリード監督ギジ 3CF 取れなかったので、この5バック 2OMF の形っていうのはもう絶対に獲得しておきたい監督となっておりますので、まあ、皆さんも一緒に狙っていただけたらなと思います。でプリスケ監督ヘンレクスン監督両方まだ取れてないよって方は、プリスケ監督も復活しましたのでぜひ狙っていただけたらなと思います。はい、それでは今回ここで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。